えっと、おばかさん女性20代。 20代後半女性、諦めきれない元彼がいます。友達の紹介で3回しか付き合ってないのに、もう2年間も片思いし続けて、1、2ヶ月に1回遊んでいます。最初は誠実な対応だったものの、最近は扱いも雑です。ああ、よくある話ですね。周りの友達からは全員、早く辞めて次へ行けと言われます。しかし、何度アプリをして良さそうな人を見つけても、1回付き合ってみても、どうしても次へ進めません。今が一番重要があり、今、蹴りをつけるべきなのは100問書を ですでもダメなのですきっと今まで本当に欲しくなったものは諦めたことがないんだと思います手に入らなそうなものは最初から求めない人生でしたある程度いい大学会社に入って私のことを好きそうな人を好きになって以前はできていたのに一度手にしたからどうしても諦めきれません諦めたいのかまだ追い続けたいのか自分でも分かりませんどうしたらこの気持ちにけりをつけられるんでしょうかということです まあ自分でも書いてらっしゃいますよね。あの、今がじ一番重要があり、今の経理をつけるべきっていうのは20代後半だからそういうふうに書いてらっしゃるんでしょうけども、どうでしょうね。その、多分ね、この人根本的にね、自分にはもったいない、もう二度と手に入らないいい男を手に入れたからというふうに思ってると思うんですよね。で、そこがなんか僕は納得できないんですけども、自分より相手のバリューが高いなんてことを 他人が言うかも分かりませんよ。あんたにあの男もったいないわよっていうふうに言うかもわかんないですけど、自分自身で思うのを信じられないですよね。あの、そんな相手とは付き合わない方がいいと思うんですけども、いやそあ、そんな相手と付き合わない方がいいっていうのも良くないのかな。そんな相手は存在しないと思うんですけどね。だって、同じ人間なんだからそんなに差があるはずがないと思うし、そんなね、最初から下手に出た考えは、まあ、不幸になって当たり前ですね。だから、 考え方の初手から間違ってるんですよ。あの、なんか諦めきれないというやつ,つで、雑に扱われて、でも別れられない。なんでかというと、別れられないぐらいいい男だから、すごい人だからっていうふうに思ってると思うんですけど、そんなことはないんですよ。あの、自分の方がすごいに決まってるんですよ。他者から見て、社会から見ては知りませんけども、自分から見て自分が世界で一番すごいはずでですね、自分に釣り合うだけの男とか女なんて世界中にいないって考えるのが、 この当たり前を何,何とかいやいやいや理性でもってんなことを言っても世界でじ一番自分がすごい世界で自分が偉いと本能で思うのは当たり前にしてもそれを理性で抑えて抑えて抑えて,抑えて、うん、でもまあ私もまあなんかそろそろ売り時だからなというふうに考えて落ち着かせるというぐらいに考えてるんでですね。まあ 年収1億の超イケメンであっても私にとっては暇つぶしにもならないわと。え、ほら見てみ、私の値打ちがわかんないから、もうあの、1、2ヶ月に1回しか遊んでくれない。最初は誠実だったのに最近雑になってきたと。ああ、やっぱこの男もバカだった。私の値打ちがわかんないんだぐらいでいいと思うんですよね。まあ、代わりはいくらでもいるしっていうふうに考えればいいんですよ。で、多分、カノ美ミカさんはこう考えてるんですよ。カノ美ミカさんはこういうふうに考えてるから、かっこいいわけですよね。 <laughs> 裏側はわかりませんけど、カノミカさん、俺、言ってることはね、すごいね、かっこいいと思うんですよね <laughs>。裏側知りませんけど。もっとあの、カノミカさんの著作をですね、読んだ方がいいと思います <laughs>。自分がどんなにすごいのかというか、まず自分自身がすごいと思わないと、 どうにもならないですから、最初からこんな私なのに、こんな素敵な男と付き合えて、で、で、その彼に雑に扱われても、やっぱ他の男と付き合ってもつ,つまらない。あの人に比べればっていうふうに考えてるわけでしょ。あの人に比べればっていうか、比べる相手が違うんですよ。私に比べれば全員雑魚っていうふうに考えないと、恋愛で幸せなんかこの、このタイプの人は来ないと思います。えー、つさん、女性20代。 2人連続で彼氏に振られました、えー、岡田さんはじめましてツナ缶と申します私は最近半年付き合っていた彼氏と別れましたまずはじめに彼氏から今は楽しいからいいけど将来が見えないと言われてしまいましたさらにはツナ缶がいてもいなくても俺は何も変わらないと言われてしまいましたこの発言にとてもショックを受けお互いにより合う人を見つけた方がいいよねと別れることを選択しました で、で本題なんですが、「私は2回連続で男性に振られておりその理由が同じなのです一緒にいいい。て楽しが、が将来が見えないです、ねえー、男性に対しこのように思わせてしまう原因は何なのでしょうか岡田さんの見解をいただきたく存じますということですね。 山脇先生からのお言葉です今まで生きてきた中で女の人に愛想をつかされて捨てられるという経験しかしたことがないため山脇先生ですねはいはいはい恋人に対して別れを切り出したこともなければその理由を告げたこともありません何をどうしたらこんな会話を交わすようなシチュエーションに陥るのかも不明ですと <laughs> いうことです。というかあんまりモテない男側の心理として思うところがあるとすれば男って基本的にプラスマイナスゼロの彼女と別れるという選 会う頻度が減るとか扱いが存在になることはあっても自分から切るようなことはしない自分から切る別れを告げるということは明らかに付き合いを続けることにマイナスを感じたから以外にないというですね山木先生のです、ねえー、推理です。僕もあのそう思いいますすよ。よ。別れる原因、ね、多分ツ,ツナカンさんんじゃなで 別れたらです、ね、理由聞きたいなあるんですけどもあの女性と違って男性は自分の行動に関して言語化あんまりしないんですよね。だから目標がある時は「俺はこうするべきだともなぜだならっていうふうにゆうべに語るんですけども撤退する時です、ね、別れる時とか何かをやめる時の決断した時に「なんで?」って聞かれても「 あんまりね言語化でできないんですよだからそこでですね言語化したことをあんまり本気で分析してもしょうがないと僕は思うんですけどもまあただですね あのお相手の元彼に新しい彼女ができただけだと僕は思います。あの新しい彼女ができた。もしくは彼女候補ができて。綱川さんに使う時間がもったいなくなったので、別れようとしただけだと思うんですよ。だから。これを回避する方法としては、こういう理由で女性を捨てたことがないというタイプの男と付き合うイコール。山脇を彼氏にしろということなんですね。<laughs> 山脇。山脇君、今彼女いないんだよね。<laughs> はい。ということで、綱川さん、あの、えー、連絡いただければ。 ですね。あの山脇君を紹介しますのでですね <laughs> 山脇いくつだっけ今 38,、えー、今38でもよければですね <laughs> 見た目ねあのナカさんが想像しているよりちょっといいと思いますよ <laughs> はいはい、えー、ということであの山脇君を紹介してほしいければ連絡してください。えー、ガラナさん、男性10代。 今年から大学生の男子です。ほうほうほう自分は身長が低く今まで女性の方と仲良くなることはありましたが低身長という理由で断られる場合がありましたなので大学からは少しでもモテる人に近づくためにダイエットをしおしゃれにに気をううよしうしています。しかし男性が身長が高いカップルを見かけると今の努力は無駄なのではととんざしそうになります。どうか低身長男子を励ましてください。 あのね、身長だけで男の価値を判断するクズな女と付き合う確率が減ってラッキーという思うぐらいだなと 何でかと,いうと僕そういうふうに思ってるからですよねあのどう説明しようかなあの男の人でおっぱい好きの人っているじゃないですか巨乳好きの人。で巨乳好きの人って実は本心は巨乳だったら何でもいいんですよね。で巨乳だったら何でもいいんですけどもその上顔が可愛かったらなお嬉しいっていう顔はボーナス特典なんですよ。本質は巨乳であって顔がボーナス特典だからですね街中でおっぱいを巨大な人もいるとおっと見るっていうで、なんかこうなんかちょっと思ったのと違ったらチェッハズレかって。 ハズれっていうのは当たりの中のハズれでボーナスついてないのかっていう意味なんですよね。で、そういう男性はまあ、 まあまあバカだと思いますよね。まあ、僕もバカだと思うんですけども、で女性の人でイケメン好きってこの男性の巨乳好きと全く同じ発想の考え方してるんですよ。まずイケメンというだけで、おおイケメンだイケメンだ。SNS でイケメンだイケメンだというふうに騒いで、でそれに男性だとオッパを着る人見たら美人に違いない、可愛いに違いない、動画に違いないというふうにこう見ますよね。それと同じでイケメンを見ると性格がいいに違いない、高収入に違いないと思って近くで見て ったら、て心打ちしながら「まあでもでっかいおっぱい見れたからいいや」っていうのと全く同じ「まあでも顔がい男みたい男見れたからいいや」っていうふうに反応すると。つまり 巨まずこの基本を押さえといてですね。でですね、自分が女だと考えたらですね、その巨乳好きの男と付き合うと損するというかですね、まあ、そんな奴と付き合っても自分がの巨乳が目当てだからですね、付き合っても何にもいいことないわけですよ。楽しいことないわけですよね。しょっちゅうおっぱい見てくる、触ってくる以外に、何にもいいことないわけですから。それと同じようにですね、その外見狙いの女の人と付き合ってもですね、実は自分の外見が良く ででも何も何楽しいいことがなわけですよだからイケメンの男ってイケメン好きをバカにしたりイケメン好きの女をバカにしたり軽く扱かったりするのは当たり前であれは巨乳の女の子が巨乳乳のの女子が好きだとというのでで近寄ってくくるる男をです、ね、バカにすす全く同じ心理なんですねだからあのイケメン好きの女の人がですね私イケメン好きでって言ってるのを見るとこいつはダブルでバカなんだとまずイケメン好きというところでバカでそれを人前で言うところで二重にバカだと僕は思っちゃうんですけどそれは何でかっていう とう自分がイケメンを遠ざけてることが何でこいつわかんねえんだろうって思っちゃうんですけども <laughs> すいませんなのでですね、まあ、さっきも言ったようにですねあのそういうバカを遠ざけることができてラッキーっていうふうに言ったのは僕はあのそう思ってるからです。あの幸せそそううで、で楽しそうな人って男性ってモテるんですよね。だから 僕みたいなデブであろうと身長が低くてもですね楽しそうであの幸せそうだったら僕はモテると思うんでですねでそれゆえにだからデブでモテない人って自分はデブだからモテないとか背が低いからモテないって考えちゃうんですけど違うんですよ。そののの自分人人かか、かららら見られる視線とか人からの価値観故に、 それに対抗心を出して、えー「俺はそんなことないんだ俺は本当は賢いんだ俺はこんなふうに本当は偉いんだ」っていうので多分見た目それでモテないだけなのでですねガラナさんはですね才能があって楽しそうな男ですね才能があって楽しそうな男っていうのを演じるべきだと思います。もうこれ、演じるですね。 あのそしたらですね、ある程度見た目がある女の人が寄ってきます。で、そのある程度見た目がある女の人っていうのは自分のわのことをですね、外見で男を選ばないと思っているのでですね、えー、割とねあの話しやすいと思いますよ。えー、以上です、えー。ミハスさん、女性20代、岡田先生こんにちは。 早速ですが、私はブサイクです。おお、仕事も人間関係もある程度うまくやれてると感じてますが、恋人ができません。私の求める男性は私と同じスペックの人です。つまり、顔や外見は清潔感があれば何でもいい。でも収入やコミュニケーション、能力、気遣い、家事などの内面は私と同じくらいであって欲しいのです。 しかし男性は顔が良くないと興味すら持ってくれないような気がします。私はどうすれば彼氏ができるのでしょうか。美羽さんね、その収入やコミュニケーション能力、気遣い、家事を。 内内内面面面いいいうに言ってるけど、それじじゃゃななでですす。よね。全く内面じゃないですだって収入は社会的なポジションということだしコミュニケーション能力とか家事はまあ本当に長所ですよね能力だし長所ですよ。で気遣いは普通の男性にはあまりない特殊能力なのであなたが言ってるのはですね顔以外はハイスペックな男が欲しいっていうふうに 言ってるのと同じだと思うんですけどね。で、それを望むのは悪いことじゃないんですよ。ただ、自分は顔とか。なんか外見はどうでもいいと言ってるというふうなことで。 こういうなんか、こう普通の男を求めてるというような言い方、考え方はやめてほしいですね。皆さんが求めてるのはですね。収入コミュニケーション能力気遣い家事っていうのに対して、もう普通の男性がなかなか手が届かないものを全て揃えた状態を望んでいるので、まあ、割とあのハイスペ男性狙いだと思います。で、顔が良くないと興味。 てもらえないと三橋さんが思うのは、やっぱり自分自身がその隠れ高スペック男を狙ってるからだと思うんですよね。だから、ミハスさんが普段無視している。以上のさっき言った4つの能力のうちですね。1つか2つ持ってる程度の男の人に自分のスペックですね。つまり、顔や外見は清潔感がある程度で収入やコミュニケーション能力、気遣い家事ができますよ。というのを。 アピールすれば割となんか向こうは喜ぶんじゃないかなと普段だからさっき言った1つか2つしかハイスペックがないな男性ってやっぱり女性からあんま相手にされないので,ですねそっちの方でですねなんか男を喜ばせるというかですね気があるふりをすれば優しくすればですねいいんじゃないかなというふうに思います。 子、えー、パンダさん女性10代パンダ子パンダの子パンダかな、えー「私の母は特に私にだけ過保護です何かと自分のそばに私を引き留めようとします高校進学で無理やり親元から離れたものの自分の理想を押し付けてくる母親に恐怖を感じます何度も私の考えや苦しさを伝えてもそんなはずはないと理解してくれません」お互いが分かり合えないまま進路を決める時期になりました。 私は医学部に進学したいのですが、母親と一年過ごしながらの浪人を覚悟の上での医学部進学、医学部受験に勇気が持てず、ランクを落として浪人せずに入れそうな理学部に進学すべきか、と悩んでいます。母親とはこれからどのように付き合っていくべきでしょうか。私は自分の夢とは、親から早く自立したいという欲のどちらを優先すべきでしょうか。親から早く自立したい。 というのはですねあの親に出してもらった学費で大学進学をして親から出してもらったお金で1人暮らしをするっていうのは親から自立の範囲に入らないと思うんですけどね多分その高校生だったらそれも自立だとか1人暮らしは自立だっていうふうに考えるかもわかんないんですけどもそれは自立じゃなくてですねなんでかっていうとその。 自分が、ね、お金出す立場になってみると年間何百万か使って子供に投資するからにはそれがちゃんとしてるのかいつも見張らなきゃ監視しなきゃ、えー、世話やかなきゃっていうのは自分としては当たり前でしょ自分がお金出す立場だったら。 で今まであまりにも当たり前にお金をもら,もらってたのでこのまま監視がない状態っていうのをだから僕としてはですねまあ,あのおっさんの意見なんですけども自分の夢を叶えるため例えばその,あの高校進学もそうなんですけどもそのためのパトロンお金出してもらってるんだからある程度自分の日常に干渉されるのは当たり前で自分の理想を押し付けてくる母というのも私の母はそういう人なんです だから当たり前だっていうふうに僕は考えちゃうんですけどもんまあただあのおっしゃってるですねしんどいよとかこれなんか嫌だよっていうのは分かるんですけどもただあの僕思うのはですねあの最近ですね私はこんなことに人知れず傷ついてるけど誰にも理解してもらえないみたいな構文あるじゃないですか例えばラランドサーヤが言う「お母さん必須構文」みたいなですね同じようにですね若い人が言いがちなこういうですね僕は「中二必須構文」って言で 名付けたんですけども、まあ、いかにも中二病の人がですね。言いそうなちょっとあのヒスヒステリーっぽい構文ですね。もう分かってもらえないとか。こんな苦しいのにっていうのを中二皮質構文って言うんですけども、母が過保護だとか、自分の理想を押し付けてくるっていうのはまあ、そういう中。二皮質構文使ったらですね。周りの人はなんとなく優しくしてくれるんです。でも、それはあのこういう傷つきやすい人を。 なんだろうな、まともに相手にするとすごい面倒くさいしまた余計に傷つけられてちょっとこっちがへこむから理解あるフリーだけしといて距離を取るっていう戦略を取ってると思うんだけどもだから今友達にこういうふうな話相談をしてもですねみんな優しいのはちょっとみんな距離を取りつつあるからだと思うんですね。だからこれや やってるとなんかだん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 、えー、友達が偏ってきて、ちょっと人生詰んじゃうと僕は思うんですね。だからあ、今私は中2。必須構文を使いつつあるなっていう自覚だけはちょっと持っといた方がいいと思います。で、そういうのひっくるめて、あの答えると医学部に現役合格できるようにとにかく頑張って。 でそれで駄目で浪人したらです、ね、その罰として面倒、えー、くさいですねあのうざい母親の相手を1年間続けるというですねまああの重荷が課せられるとでもまあそれもその重荷さえ我慢すればもう一回受験頑張らせてもらえるというまあしょうがないよね受験落ちたのは自分だしなというふうに考えるしかないと思います。あのちょっと、ね、答えが冷たように感じるかかわんないけども。 取れる選択肢ってそんなに多くないからですね。あのお母さんがうざいこういうことさえなんとかすれば私はこんな風に頑張れるって発想からちょっと抜け出さないとで今は割とあの抜け出すチャンスだと思うのでですね、えー、頑張ってください。えー、レズの神女性20代レズの神すげえな、えー、男女のカップルを見ると吐き気がします。 突然ですが私は嫉妬心が強くそれで気が狂って頭がおかしくなります自分はレズビアンなのですが世の中のほとんどは女性はストレート異性愛者で男性が好きなのが分かっています分かっていますが街なので男女カップルを見ると吐き気がして自分があの女の子の恋人になるべきだなどと思い嫌な気持ちになってしまいます全く関係ないことでイラついてもうこの嫉妬心イラ立ちをやめたいですもう男と関わりたくありません なぜ自分がこんなに男嫌いかと自己分析した結果父親からの虐待などの影響もあるかもしれませんとにかく外でそのような人たちを見ると吐き気がしてムカついて X でまあツイッターのことですね X であいつらキショいみたいなことを何分もポストして時間を費やしてしまいます大好きな女性たちが自分の嫌いな汚らしい男どもに取られるのが本当に嫌で嫌で仕方なくて狂っていますどうすればいいでしょう ということなんですけども多分ね、その男嫌いも父親の虐待も今回のこの問題にはあんま関係ないと思うんですよ。で、えー、とまあまあまあ,あの言いにくいんですけどもです、ねえー、あなたの大嫌いな薄汚い男の立場で考えるとです、ね、その薄汚い男の中でも特にモテない男っていますよね、あの <laughs> まあまあまあ僕みたいな、ね、デブとかです、ね、そういうのがそうなんですけどモテない男はです、ね、全くあなたと同じことを考えています。えー 男女カップルを見るとイライラするし自分があの人の恋人になるべきだとです、ね、嫌な気持ちになります。なので 試しにここのいくつかの部分をです、ね、イケメンに変換したらどうなるかということ突然ですが私は嫉妬心が強くそれで気,頭が気が狂って頭がおかしくなります自分はブサイク男子なのですが世の中のほとんどはイケメン好きなのが分かっています街なので男女カップルを見ると吐き気がして自分があの女の子の恋人になるべきだなと思い、えー、嫌な気持ちになってしまいます全く関係ないことでイラついてもうこの嫉妬心ラダチはやめたいですもうイケメンと関わりたくありませんなぜ自分がこんなにイケメン嫌いかとじ自己分析した結果クラスの一番 かからのの虐待などの影響があるかもしれませんとにかく外でそのような人を見ると吐き返してムカついて X であいつら気性みたいなことを何分もポストしてしまいます大好きな女性たちが自分の嫌いなイケメンどもに取られるのが本当に嫌で,で仕方がなくて狂ってますどうすればいいでしょうかってこれもごく普通の男性の感想なのでですねあ,のあなたはまあ多分男らしいんだと思いますでモテない嫉妬深いレズビアンなんですよ。 まあ、ール的に言っちゃうとモテない嫉妬深いレズビアンだということが問題ですねつまりでそのイライラのはけ口としてです、ね、X でヘイトな発言をポストしていると。でこのことについて X で延々そんなことについて発言していることに関してはあなたは全然自己否定してないわけですね自己嫌悪はないんですよ。ただ、時間を無駄にしてるって書いてるだけなんですよ。じゃあモテない嫉妬深いレズビアンのストレス解消法としてなんでしょうねツイッター X でですねひしょいあいつらひしょいって延々ポストしてるというのは時間がかかるだけで安上がりで安全でいいんじゃないかと思うんですけどね。で、このモテなないい嫉妬深いレズビアンが嫌なんだったら、 モテる嫉妬深いレズビアンになってです、ね、男どもから彼女を取り上げれば、まあ、いいということになるんですよ。つまり、えー、ブサイクでモテないのが嫌だって言うんだったらじゃああなた魅力的になればいいじゃないかというふうにブサイクとかみんな言われますよねそれと同じようにですねモテるでレズビアンになる現在モテないレズビアンであることが最大の問題ではないかというふうに思います。 えー、申し訳ございません。なんか変なあの、きつい言い方をしたかもわかんないですけども、なんか。割と相談としては単純な気がしたので、女性三十代スイカさん。結婚の話ですね。十年間、一途に思ってくれていた人と結婚することだけが目的で結婚しました。まあ、つまり、あんま好きじゃないんですね、好きじゃないんだけども。あ 結婚したかったから、10年間自分を一途に思ってくれた人と結婚しました。うんえー、大学の時の同級生なのですが、全然タイプではありません。ショック。えー、食べ方、物の考え方、頭の回転の悪さ、隠居っぽさなど、ものすごく気持ち悪いです。ショック。<laughs> 私の方はいつでも離婚していいと思っています。 でも相手は、えー、私の周りの人に言わせると夫にするにはとても良い良いって離婚の話は切り出しにくいです。ああなるほどねそのまあまあ奈緒さんにとってはですね食べ方物の考え方頭の回転の悪さ隠居っぽさなどすごく気持ち悪いんだけどもその旦那さんは夫は周りの人に言わせると、えー、夫にするにはとても良いと言ってるので離婚の話は切り出しにくい。今後の対応策として、 えー、勤めて相手のことを考えないに徹したらよいでしょうか。あ、この部分が相談ですね。えー、良い対応策を教えてください。離婚は今のところ現実的ではありません。なるほどね。<laughs> 離婚しろってコメントがあったけど、まあ、離婚は今のところ現実的ではありませんって書いてるんですね。スイカさん、女性30代のですね、私の方はいつでも離婚していいと思ってますっていう部分と、離婚は今のところ現実的ではありませんっていう、この 2つの書き方の文章的な差っていうのがやっぱあのまあまあも、ま、の、あ、を書いている人間としてはすごい気になるんですよねいつでも離婚していいと思っているっていうのが、まあ、ぶっちゃけて言うと嘘だと思いますいや別にあの「スイカさんは相手のことが好きなんですよ」とかそんなこと言うつもりは全くありません本音だと思いますあの夫が、まあ、嫌なんでしょう嫌いなんでしょう生理的に無理なんでしょうただ、えー、いつでも離婚していいと思っているというのは嘘なんですよ 離婚できないんでですよね。はっっききり言ってで。離婚できなくてその,その離婚できない理由っていうのをですね離婚は今のところ現実的ではありませんという文章にしたり周りからいろいろ「あの人はいいいい」というふうに言われてるのでえ切り出しにくいという書いてるんですけども、まあ、要するにうーん離婚したくないんですよねで。相手が嫌なのに私は離婚できないというのはスイカさんの実は弱点欠点なんですよ。 スイカさんの事情ででで離婚できないわけですかそれはスイカさんに稼ぎがなかったり生活能力がなかったりその夫なしではあのなんだろう生きていけないっていう欠点をまあまあ回避して認めたくなくて僕に言いたくなくてここに書きたくなくて書いてないだけであってそんなもん丸見えですから割とあの隠ししてもしょうがないですよ。だからその相手が嫌なのに私は離婚できないダメな女ですっていうか駄目な人間なんですけど自分の弱点を認めずに。 周りは相手をいいと言うとか私はいつでも離婚していいとかこう論点をずらすからそんな自分を騙そううとししてもしょうがないですよ。自分の欲求とか自分の問題っていうのはまず一回フラットに認めてそれは別に恥ずかしいことでも悪いことでもないと思うんですけどね論点をずらすのは恥ずかしいことです。論点を 自分に対してずらして自分をだますのは僕は恥ずかしくて情けないことだと思うんですけども問題自体は普通によくあることだからありがちで別に恥ずかしいことじゃないと思うんです。で なので正直僕は、スイカさんでかというと「自分をを騙しししてて論点ずららしいしるからです、えー。勤めて相手のことを考えないようにするに」に徹すればよいでしょうかと書いてるんですけどいやそれ今やってると思うんですけどね今やってて勤めて相手のことを考えないというのをやってる最中なんだけどもただその夫を見るたびに、えー、食べ方とか物の考え方とか頭悪いなと思ったり。 なんか気持ち悪いなと思ったりするたびにそう思ってるんじゃないですよ。そんな人と一緒に住まなきゃいけない。自分っていうのに対して劣等感というか罪悪感っていうかね。なんかそれがこうしんどいわけですよね。だからあんまりね。相手のことを考えないっていうのは効果薄いと思うんですよ。あの、ここはね。多分一番ね。楽になるのは？ 私って見苦しいなって考えた方がいいと思います。私って見苦しいってそうですね。紙に書いて財布の中に入れてください。小さい紙でもいいです。小さい紙でもいいですから。私って見苦しいって。お前は見苦しいと岡田斗司夫に言われた。でもいいです。それを文章して紙に書いて財布に入れて。 ちょっと1週間ぐらい持ち歩いてみてください別に見なくていいです折に触れて見てそれを実感しろとは言いませんそんなに僕はあの別に残酷なことをしたいわけでも何でもなくてスイカさんを楽にしたいだけです。で、多分ねこれ書く時が一番しんどいと思うんですけど書いてちょっとしたら楽になると僕は思いますうーんそうですこれね、まあ、ある種おまじないみたいなもんですし呪い,みたいを解くみたいなもんなんですけども 嫌な相手というか生理的に合わない相手であっても自分のことをまあ好きだと言って10年間思い続けてくれたっていうふうに書いてるんですからちょっとそこにそのスイカさんの中で「仮」が発生しちゃってるんですね「負け」が発生しちゃってると言ってもいいんですけども。で自分は好きでもない相手と結婚してやったっていう優位に無理やり立ってると思うんですけども。 その優位に立ったつもりが全く立ててないから今それが逆にコンプレックスになって刺激してるわけなのでまあこれはあの呪いに対するお祓いだと思って「<laughs> あの私は見苦しい」と小方と一緒に言われたと紙に書いて財布に入れてみてください。なめてるたぬきさん女性20代また女性20代ですね。可愛さが武器でなくなくる恐怖。 私は29歳女性。2ヶ月前に結婚したところですが、離婚したく話し合い中です。早いなぁ。<laughs> 理由は旦那を男として見,られ,見れないセックスレスです。あとお金がない。 21歳から26歳までキャバクラや風俗に勤め、かなり貯金しました。旦那との付き合いを始めるときに昼食を始めて現在もアルバイトで頑張っていますが、長年の水商売の感覚が全く抜けません。毎月食費や交際費、ショッピングで給料の5倍ほど出費をしています。見ため、養子に少々恵まれたせいで努力をしたことがなく、おそらく今後もできません。 ちやほやされてぬるく生きてきましたが、今年30歳になると思うと怖くて死にたくなります。可愛さが武器にできなくなっていくことの恐怖に耐えられません。それ以外に誇れるものが一つもないからです。特に夢はなく、家族とは不仲です。これからの人生どう生きればいいでしょう。頑張らずに生きたいです。ということですね。 いやもうあの、ここまで書いてくれたらもう正直にありがとうですよね。こういう人がこんだけ書くのはかなりしんどかったと思うんですよ。割とあの、老悪的な人へない限り。で、 今のの旦那と浪費兵器の話は関係ないよように見えるんですよね。一見関係ないように見えてあの別に前にキャバクラやってたで今の夫とセックスレスだで浪費癖っていうふうに並んでると浪費癖関係ないように見えるんですけども多分ねその可愛さがなくなる恐怖というのがあってそれからの逃避でお金を使うのがやめられなくなっているんだと僕は考えちゃうんですけどもじゃあキャバクラや風俗に戻って稼げばいいだけ という気もするんですよね、無責任に考えると。でもそこでもですねキャバクラや風俗に持ってもかわいさがなくなる恐怖というのは相変わらずなくならないしそもそも何でそんなに男を感じられない夫と、えー、2ヶ月前に結婚したのかっていうと既にキャバクラや風俗でもかわいさを武器にしている戦場で29歳になって 恐怖を感じた。不安があまりに大きくなったから、今の旦那にすがったわけじゃないですか。だからやっぱそこに戻るのもしんどいです。し。まあ、キャバクラ付属に戻ったとしても、今のその頭皮壁というかですね。不安による。 浪費をする稼ぎが手に入るだけで、まあ、それも若い頃の自分に比べてとか、自分よりも十歳ぐらい若い同僚、仕事仲間に比べてという恐怖とかストレスっていうのは、結局、なくならないままだと思うんですよね。うんだからあの、変な話ですけども、ここってね、もっと真面目にやれとか、まともになれとかっていう場ではないし。 あのそういうふうな部分を全部 避けてて生きてきた人ですよねでそういうのを避けてきた人にまともになれとかちゃんとしろっていう条件は何にも役に立たないと思うのであのもう思い切ってですねおじいい、ね、6070のおじさんやじいさんにとって3040歳以来は十分に若いので今の可愛さっていうのはつまり可愛さがなくなっていく恐怖って言ってるんですけど10年20年先まで 十分、武器になると思うんですよあの。20代前半でキャバクラとかでかわいいかわいいって言ってチヤホヤされていい目に遭った人は30代40代になっても大丈夫なんですよで。何時へまとめとかああいうのを見るとあの若い頃綺麗だ、可愛かった女の人たちが30代40代になって婚活をしてこんなひどい言葉をかけられたら「ざまあみろざまあみろ」っていうですね何かその,あの女を憎む <laughs> 醜い男たちの <laughs>。 ゴミとかを見て凹むかもわかんないんですけども、それってね。なんかそういうなんだろう。若い女の子もいるような戦場に行くから、そんなことになっちゃうだけでですね。そこに行かなきゃ、なんとかなると思うんですね。あの20代前半で可愛くてチヤホヤされた人っていうのは30代40代になってもおじおじさん、おじいさんは相手にしてたら十分チヤホヤしてもらえると思うんですよ。もちろんですよ。もちろんなんですけども。 若かった頃の自分とかかつての自分のような若い女に対して張り合っちゃダメなんですよ。ここに張り合ったりそこ,のそこに対して何か思わないようにしてですねそれさえ注意していればそのなめてまだまだ舐めて生きていけると思うしその舐めていった先にね何があるのかとか考えなきゃいいんですよね。これを考えちゃいいけないと思うんですよ。あの 舐めていった先に、これからもっともっと可愛さを失われたらどうなるんだろうと思ったらですね。やっぱ、あのお酒とかですね。浪費に走ることになるんですよね。あの、舐めて生きるっていうのは、確かそうでしたよね。あの。 舐めてるたぬきさんですよね <laughs> 20代のですね舐めて生きるって結構ねハードでリスキーな生き方なんですよその男で言えばギャンブラーとかですねプロマージャンーみたいなもんだと僕は思うんで,ですねハードでリスキーな生き方だから自分を見つめたら病気になりますよ。で こういうい生き方してて、るのって男も女も女その時限りの生き方だから生き様自体がかっこよく美しくなることもあるのでもうなんかそこだけ考えてなめてるあの女人生なめてるなでもかっこいいなっていう方向に 行くしかないと僕は思います頑張ってください本当にハードでですねしんどい人生だと思いますけど頑張ってくださいステッカー送りますから <laughs>、はい、マリオのゲームオーバーみたいなものであー終わっちゃったという感じに近いと思うんですよね